サスペンス、ホラー、アクション、物といった物語の中で重要な位置を占める。単純に観客の心を宙吊りにするという意味で、ズボンのサスペンダーを語源だとする説明もある。また、より広い意味においては、観客や読者が作品に対して不安や緊張の心理、物語の結末を知ることへの気球を抱かせ、その作品に対しての興味と関心を持続させることができる作品も、 サスペンスと言われることが多い。この場合には、宣伝などに、ハラハラドキドキや、手に汗握るといった表現が用いられることも多い。孤立した山荘や孤島に閉じ込められた人々が、犯人がわからないまま次々殺害されていくような、事態、犯人はわかっているがなかなか捉えられず、早く捉えないと被害が及ぶような事態、捉えられた、登場人物がどこかから脱出を試みるもの。 何か恐ろしいものから逃げ続けるもの、周囲の猜疑心や悪評に取り囲まれた主人公が真実を追求して潔白を証明するものなどがサスペンスの例である。この中でも犯罪を描いたものはクライムサスペンスと呼ばれている。ミステリや推理小説と混同されがちだが、これらは推理を楽しむ物語のことである。すべてのサスペンスに必ずしも推理が伴うとは、 限らないし、すべてのミステリーがサスペンスを利用しているわけでもない。特に、日常の謎系の作品ではサスペンスを強調しない、場合が多い。他方、アクション映画においては、謎解きの要素が乏しくても、サスペンスを強調する場合がある。また、時代劇やヒルメロ、戦争映画、サイエンスフィクションを含む冒険映画、スポーツやギャンブルを取り扱った作品などでも、 局面的にサスペンスの要素を持つ作品が存在する。しかしながら、本来の意味から離れて両者が混同されることも多い。また、ホラーというジャンルは超能力が関わり、サスペンスは現実に基づいた人間の起こすものという分け方が本来の分類と言われている。サスペンス小説、サスペンスドラマ、サスペンス映画、サスペンス漫画等、様々な媒体で表現される。 ありがとうございます。